院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント法、夜つけるだけで良いスピードホーム矯正法説明会、講師は医学博士の大口博先生。説明会開催中、詳しくはウェブで。噛むことは脳の発達と関係があります、うん、関係ありますね。旭大学の船越教授によるネズミを使った有名な実験があるんですね。はい、そのお話をします。はい、ネズミの食べ物を2種類に分けます。硬いものと柔らかいもの、それをある期間与え続けた後で実験を行いました。一つは迷路の中にネズミを入れて出口にたどり着くまでの時間を測定した、それを比較する実験なんです。はい、その結果硬いものを食べているネズミは出口にたどり着くまでに 136.6 回間違えたんですね。はい、柔らかいものを食べているネズミは216回間違えました。約倍ですね。倍間違えたんですね。他の実験は電気ショックを与える実験です。はい、レバーを押すごとで電気ショックが下げられる仕組みの環境にネズミを入れます。はい、硬いものを食べているネズミは、うん、早く電気ショックとレバーの関係を学習しました。そうです。ところが柔らかいものを食べているネズミは学習が遅かったんです。はい、私は講義した頃に歯並びが良いとよく噛めるので、歯並びの良い子供たちは先生にちょっと聞くと成績がほぼ良かったですね。良かった、うん、ですから歯並びと学校の成績は比例することが分かりました。はい、よく噛んで食べてくださいね。 Thank you Dr. 大口。 Thank you guys for watching our video. See you next time. Bye bye. Bye bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、それからクローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい、